東京都は新型コロナウイルスの感染状況について現状を分析した結果医療提供体制の警戒レベルを1段階引き上げました都はきょう新型コロナウイルスのモニタリング会議を開き医療提供体制の警戒レベルを4段階のうち上から2番目に引き上げましたこのレベルになるのは9月下旬以来およそ2か月ぶりです 11月30日の時点で病床使用率は40%を超え専門家は今後外来を含めた医療提供体制をさらに強化する必要があるとしていますまた新規感染者数の7日間平均が12週間ぶりに1万人を超えたことなどから感染の再拡大に警戒を呼びかけています